私なんか21歳の頃に1回結婚してて。あ、そうなの。そう。でも1年間で別れたのね。で子供とかいないんだけど、普通に良太郎さんには知ってもらいたいなと思ったから、はい。そうっていう感じです。ありがとう、素直に言ってくれて。いや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 。結構そのコンプレックス的な部分でいくと、結構その離婚経験が、私もその人になんか嫌われたくないみたいな思いになってから話すのがめちゃめちゃ怖いので、話すタイミングが分からなくて。でもなんか良太郎さんにはなんかちゃんと知った上で、なんかもしこれからも会えるんだったら会いたいなと思ったので、こう本音でちょっとネックに思ってることとかもしあれば伝えてほしいなとは思ってます。はい。悩みすぎてこう悩んできたもん。疲れで後半そう。今日だってもう今日ぶっちゃけちゃったから。でもこう離婚経験あること言ってなかったの。ないの。言ってなかった。だから言った後に今びっくりしてたけど、みたいな、明日どう感じてくるのかみたいな、その答え聞くのが今めちゃめちゃ怖い。